はい、皆さんこんばんは。製麺機です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。今日はね、食べたいものを思いつかなかったんで、いつものね、エビ入りの麻婆豆腐作りました。これ丸美屋さんのやつ使って、もう簡単にね済ませました。今日は手抜きして申し訳ないです。で、あともう一品もね、手抜きで冷凍のシューマイね、レンチンしてきました。まあ今日はね、こんな感じでね、やっていきたいと思います。で、飲み物はね、今日は黒ビール、一番搾りさんの、キリンさんの一番搾りのね、黒生、黒ビール、これ持ってきました。ノンアルね、もう切らしちゃって、なくて、で、まあ急遽ね、ビール、用意しました。じゃ、これお久しぶりだな、黒ビール。今日のシュワシュワはこんな感じです。コーラみたいですけどね。なんかね、パッと見はね。では今日もね、一日皆さんお疲れ様でした。ではお先に失礼していただきたいと思います。ではシュワシュワで乾杯いただきます。美味しい。たまにやっぱ黒ビールも飲みたいですよね。といてね。はい、ではね、麻婆豆腐からいただいていきたいと思います。いつものね、エビの入った麻婆豆腐ね。あとキノコ類がね、ちょこちょこ残ってたんで、しいたけ、しめじと、あとえのき、ちょこっと残ってるのがあったんで入れましたね。こんな感じで、あっち、お豆腐もね、なんだっけ、すき焼きじゃねえか、なんかお鍋かなんかやった時の残りだったかな、なんか残ってたんでね。で、まあエビ入れて、ひき肉入れて、あと長ネギも少し入ってますね。また彩りのね、青いおネギとかあればよかったんですけど、今日はあいにくなくて。こんな感じで、あ、忘れてた、ラー油あるんだった。ラー油か唐辛子入りの、これこっち使ってるかね。これでいただいていきたいと思います。まずエビ食べたいんで、エビから。バナメイエビね、いつもの1パック200円くらいのやつね。入れました。じゃあいただきます。うん、おいしい、バナメイエビ大好き、おいしい。うん、安くてもしっかりね、エビの味するんで、エビフライとかにはちっちゃくて使えないですけどもね、エビの天ぷらとか。うん、料理にね、入れたりするんだったら十分ですよね、これで。ね、うちは麻婆に入れたりしますけども、八宝菜とかね、そういうの作るのにこのぐらいのエビで十分だと思うんで。うん、豚のひき肉ね。うん、おいしい。麻婆麺が食べたい。じゃあ黒ビールで。では野菜サラダ、昨日の残りね、残したんですけど、ちょっとね少なかったなって。ね、
でちょっとコーンとか彩りで、なんだっけ、鮭のホイル焼き作るのに彩りで使ったのまだ残ってるんで乗っけてみました。では癖になるうま塩のドレッシング、これをかけて、で、玉ねぎのタレね、玉ねぎのタレ、エバルザンの玉ねぎのタレも少し、トマトから、生協さんのサラダチキン、ちょっと多いな、ね、一緒にいただきます。例えばディアブロ2ってね、ゲーム、あのリザリクティッド、ね、正式サービスっていうかね、あの製品版、あのやっと出て、今私もやって動画上げたりしてますけどもね、あのね、皆さん多分バーチャルの動画とかね、見に来られてる方、ゲーム興味ないって方もいらっしゃると思うんで、別にね、あの好きなやつね、動画だけ見てくださればいいんで、いちいちうちなんかね、あのサブチャンネル作ったりとかね、ゲーム専門動画チャンネル作ったりとかしたってね、もともとね、あの見てくださるからそんな多くないんで、分けてもしょうがないなと思ってね、全部一緒くたにねして動画上げてるんでね、バイクとかね、あのラーツとかも全部同じチャンネルに上げちゃってるんで、あの好きな動画だけ見てくださればね、構わないんでね、うん。もう20年も前のゲームが今さらリマスターじゃないんですよね。なんで リマスターになるのか、リメイクじゃなくてリマスターになるのかなってね、登場するとは思わなかったですね。では次はね、シューマイこれですね、タケノコとシイタケのシューマイ、新中華街っていうのかな、マルハニチロさんのやつですね、冷凍シューマイ、これをレンチンしてきただけですね。もうレンチンして、もう入れ物のまんま持ってきましたね、これをいただいて、よいしょ、あ、お醤油にちょっとこうマスターズね、からしね、からしをちょっと続けて、これでいただきたいと思います。いただきます。タケノコが少しコリッとしますね。では日本酒合わせちゃおうかな。ちょっぱり津軽の日本酒ね、いつもうちの動画でよく出てくる青森県弘前市の六花酒造さんのちょっぱりっていうね、日本酒、シューマイだったらね、淡白なんで日本酒に合うんじゃないかと思います。よいしょ、いただきます。あ、おいしい、おいしい。シューマイ、餃子にはちょっと厳しいかもしれないですけども、シューマイだったら日本酒に合わせてもなかなかいけると思います。いや、
ウイスキー持ってきてるけど、今日は果物もないしな。どうしよう、一応飲むだけ飲んとこうかな。せっかくなんでね、動画で飲んとこうやりたいと思います。今日はね、午前中動画の編集頑張ってね、ゲーム動画の方何本かあげたんで、もうね、買い物行ってる時間なくなっちゃって。よいしょ。あ、ブラックニッカのね、ディープブレンドなもんでね、もう あるものでなんとかかんとか済ます感じになりましたけども、じゃブラックニッカね。丸宮さんの麻婆豆腐の素とか買い置きしておけばね、すぐ使えるんで、材料はちょっと残り物とか入れちゃってもいいですしね。私の、あの麻婆と麻婆みたいな感じで、あのね、椎茸とか、ね、冷蔵庫に入ってる残り物ね、使って作ることもできるんで、うん、もうちょっと飲むか、飲んじゃうか。ではもう一回麻婆、麻婆麺食べたいな。麻婆麺、麻婆麺、麻婆ちょっと残しとくかな。麻婆麺をどうしよう。お豆腐とか椎茸とかね、具沢山な麻婆も美味しいですよね。うちの麻婆って結構具沢山にするして作ること多いんで、うん、あ、映ってなかった。エビ、うん、バナメイエビ、うん、麻婆豆腐に椎茸とかこうキノコ類って合いますよね。うん、私結構し、あのキノコ類入れて作る麻婆が好きですね。うん。うん。ではあとはね、他の方の晩酌動画なりキャンプ動画なり。ね、元ブログなりゲーム動画なりね、あの好きな動画拝見させていただきながら晩酌続きやっていきたいと思います。では今日もね、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日動画編集してアップしたいと思いますんでね、よろしくお願いします。じゃあ最後シュワシュワ黒ビール飲んで。